はい、こんにちは、ビッグボーイとえなりでーす。いいっす。はい、このステージはね、君にとっては多分懐かしいもののはずなんだけど、見覚えないかい、これ。あんまり見覚えがないっていうかね。君本当にバトルフィールド配信だったのかい。いや、やってたよ、やってた。こちらはね、DLC のバトルフィールド4 DLC のセカンドアサルトに収録されているバトルフィールド3のリメイクマップでございます。まあ、見てれば多分思い出すでしょう。これはカスピアンボーダーってステージだよ。あ、見覚えないかい。まあ、リメイクされてるからちょっと違うけど。おおお、すげえ、ラジオメッセージ。あ、分かった。え、それのリメイクだよ、これは。あー、分かった。懐かしいわ。懐かしいでしょ。超やりたくなってきた、ビュー。ビュー、3。いや、俺、家に、あ、そっちかい。4やりなさい、4。4やりてーよ。え、超高熱。やべえ、震えてきた。え、おっ。アホだ。おーい。上手に焼けました。上手に焼けました。はい、ちなみに今回はね、偵察兵、スナイパーが世界一下手くそな俺が偵察兵の練習をしようとしてるので、まあ下手くそです。なので注意してご覧ください。で、なんかこんなところにこんなものがあったので押してみたところ、エレベーターでなんか上がってって、この辺はやっぱリメイクされてるからね、新しいものがあるよ。そしたらなんかもうスナイパーにはもう最適な変態な位置に来ちゃったので、これはもうイモるしかないでしょ。これはもうイモるしかないでしょ。何回いるぜ。うう、当たらない。え、スナイパーに BF のスナイパーは重力がかかってるってことぐらい君知ってるよ。本当に配信だったの君は。俺スナイパー使わないんだ。いや、俺だって別に、まあ使わないからこんだけ下手なんだけど、全然当たんねえぜ。あ、これはね、十字キーの下にね、なんか、メートルって書いてあるでしょ、200メートルとか。これは十字、多分ね、今作から加わった新しい機能で、十字キー下を押すことによってね、射程距離みたいなものを調節できて、初段この辺を中心に撃っても、ちょっと上に飛んでいくみたいなのが調節できるんだけど、俺にそんな、技術はねえ。今歩いてた敵をね、見つけようとしてるんだけど、見つからない。はぁ、いいなぁ。えい、当たらない。怪しくなってくる。まあ、俺が振ったから配信ってなってるだけだけどね。割とね、まあ、当たらないぜ。オープニング時間はね、ちょっと勝らないけど。全然当たらない。もうそこに、痛い。多分もう見つかったので、見つかってしまったと思うので、降ります。おぉ、うわぁ。はい。さあ、ここはね、カスピアンボーダーの多分激戦区的なところで。もうカスピアンボーダーっつったら、ね、もうね、あれだよ。もう戦車でボーンっつって。あ、俺はね、これまでの俺の動画を見ていただけるとわかるんだけど、どうも乗り物に乗ると爆死する運命があるらしいから。あー、さっきもちょっとね、なるべく乗らない方、ね、もうさっきはね、もうね、黒焦げだよ。さあ、じゃあチャーリーを。ちなみに分隊長なので、こんな風に、スポットすることによって攻撃命令を出すことが分隊にできます。さあ、スナイパー、うっ、えいお、いいね。おっと、今のはね、まぐれって言うんだよ。メディックが欲しいです。メディックください、メディック。あざーす、うざーす。これはラグなのかわかんないけど、表示が遅いぜ、なんか。この辺のラジオメッセージも、すごい PC っぽい。DLC はちょっとね、まだ回線がこの時は安定していなくてね、今も安定してるのかよくわかんないけど。おーと、ちょっと厳しい。AR なら一瞬だけど。おー、じゃあもう近接で、スナイパーを。おっ、すごい、えい、倒した。スナイパーからのね、ハンドガン。ちょっとね、BF はちょっと上半身に当たったら一発で死ぬとか COD じゃないから、ね、結構、シビアな。ハンドガンをね、持ち帰るのようにした方がいいかもしれない。まあね、ここまでは割と倒してる方だけどね、まぐれだからね。後を見ていただけると分かると思うけど。お、
いいね。ヘッドショット。4発でやって。で、ちょくちょく画面に映ってるけどね、うん、あの、ここの後ろの方にね、壁があるんですよ。壁？あの、ああ。で、それで、あの、こっちに壁があって。これはね、このリメイクされて追加されたわけですよ。ベロリンの壁。で、なんか、明細された。あ、ベロリンの壁が。うい。あ、ベロリンの壁からなんか来たんだ。敵が、うわぁ、誰も、うん。ベロリン。ベロリンの壁じゃないよ、これは。ベロリンの壁。ベロリンの壁から。あ、ベロリンの壁から出てきた味方の人か。いや、敵だよ、あれは。痛そうぜ。なんか、戦車使わないから、こんな明細できるのもよく知らないんだけど。さあ、俺は C、あのね、今作はね、偵察兵でも C4 が持てるんですよ。おぉ、これはもう。これはもうね、いや、どこ、身投げするつもりはないけど、別のところで死んじゃった。このマップ、で、スナイパーすればあそこの位置が結構いいよ。さあ、なんかバイパーがあるので、乗り物の爆死に定評がある俺が。マジか。ヘリに乗って、もう分隊も湧いちゃったから行くっけない。これはね、もう何度も表示されてるものだと思うんだけど、なんか出ちゃうんだよね。さあ、悪い子はいないか？適当に撃ってみる。倒壊しそう。あ、倒壊するよ、あれ、実は。あれも倒壊する。基本 BF4 はね、いろんなものが倒壊するということで、いいかもしれない、痛い。あ。で、運転をミスってしまうと。だから俺は逃げろよ。だからもうね、ヘリにお前は乗るなって話なんだよ。脱出しない。なんとか行ける気がしたんだけど、ダメだ。ダメでした。基地上空で爆破する味方遊軍機。やだ。もう戦況。じゃあ味方のジープからはこう。もうジープも、うん、すごい、ね、うん、あ、降りちゃった。あ、スナイパーだから多分この時チャーリーに向かおうとしてるはずなんだ。だからもうチケットさら200枚ぐらいに行こうとしてるけど大丈夫か。ちょっとロシアだ。当たる、運転席は当たるはずないな、そんなの。ボードボー世界自動だよ。ヘリコプターから降りて明日のヘリ。え、あのできるわけないじゃない。あれできるかな、戦闘機。その前に戦闘機の付け方知らなくて真っ逆さ。なかなか面白い。よいしょ。さあ、チャーリーに行こうじゃねえかと。あ、お、敵がいたけど追いつかない。痛い。やめてー。やめてー。どうして帰っちゃったし。だからスナイプ。F2000。スナイパー持ってて、あくまでこれは私のスナイパーの練習で。スナイパー持っててさ、F2000 のさ、あったりさ、正直絶望だった。いや、まあ、そう、うい。おお。今のは倒してないな。アシストだな。F2000 さ、すごいさ。F2000 確かね、あの、BF4 では何かをどうにかしないとね、入手できない武器なはずなんだけど、俺はその何かっていうのがどうもまだできなくて、あの、おお、あれ、倒壊しました。おいーす、おぉ、すごいな。あ、戦車がいる。大丈夫、バレてない。行くんだ。地方どこ？いや、地方どこはしない。おぉ、やべえ。最近こっから上に登れるってのを知って。さあ、敵がたくさんいる。ほい。あー。いいね、うまいな。うまますな。あ、やばい。めっちゃ来た。めっちゃ来た。これ64人だから、まあ、そりゃね、ワンサが来るわけだよ、敵が。64人か。すごいね。ほい。当たった。64人か。ちなみにあの3番の BF4 はね、24人ですよ、最低。でしょっていうのも、だいぶあったんですよ。しかも、ほら。もうね、24人でこんな広いフィールドで何を仕事するんです。え、戦車。ボットじゃないんだよ、これは。これはボットじゃない。さあ、なんか敵がね、上にたくさんいるっぽいからね、C4 を片手に適当に投げて、カチッてやったらなんか2人死んだんだよ。すげえ。はっ、当たんない。はっ、当たんない。何を思ったかね、あの、この辺からね、敵がいるんだけど、
そこにも敵がいる。こっちに来る。おら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 。おい、ナイスナイス。まだそっちの方にも敵がいるんだけどな。そうでしょ。いや、俺はスナイパーが下手くそなんだ。割と近距離じゃない。オッケー。オッケー。おっ。結構弾力遅めかな。しおりみたいに撃った瞬間当たってるっていうわけじゃないからね、DF は。まあ、COD のスナイパーも俺は下手だったんだけどな。COD のスナイパーだったら、俺、割とうまい方だと思うよ。1.2 だ。ちげえよ。あ、敵がない。俺、いろいろ含めたもん。いろいろ含めた。おっそ、センキュー。あ、で、体力20からスタートしてます。と、敵がすぐそこにいるんだけど、味方よ。大丈夫か。そこにね、うわっ。よく駆けつかない。お、違う。なんかそこに敵がいそうな気がしたからし、もう投げたらこう。おいなんか出たな。あれだ、あの、ポンって床に刺すやつ。そう。C4 ってやっぱりどのゲームでも強いのかもしれない。ほら、割とこれ修正入ってるよね。あの、うん、そうかな。入ってない。いや、あの、4月以降やってないからわかんない。ああ、ああ、いやあ、痛い。C4 の力を見せてやりたい。見せてやりたいけど、見せてやりたいけど、バックしてる。方がこっちを向いている。あ、これはオブジェかな。あ、バック、あ、向こう行ってしまった。ふぅ。危ない危ない。ベロリンすごい綺麗。いや、これは誰もベロリンとは誰も言っていないぞ。え、ベロリンの壁だろう。はっ、ベロリン、ベロリン。うわー、ダメだ。おー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 、下手くそだぜ。いやー、ちょっと下手くそ。どうしようもないぞ、これすごいだろ、このスナイパーの下手くそさは。これは真っ当なスナイパー練習動画で最適だな、これ。もう練習というよりね、敵に狩られてるだ。ビーコンから湧いたぜ、さっき設置した。さあ、真上から敵を。ホフル。こんにちは。ホフられたー。降りてきた瞬間やられてしまった。でもいいじゃん。でもまあ、うん。そんなもんなの？あくまで。さあ、もう一回ビーコンから。もう一回、ホフル。こつるぜ。ヘイロー投下。敵がそこにいる。突撃ーぬ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 ーおいおいよいしょ !3 人いいね。そこにまだいる、いる、ぬい、どうした？いいね。今度は成功したんじゃない？あと、あ、いた。いたね、いたね、いたね。どこじゃ、どこじゃ。もうなんか痛い気がするよ。うおぉ、音がね、今、見た方の戦闘機が通り過ぎたんだけど。すごい、そんな音の効果まである。ちなみにね、はいはい、あの、コンシューマー BF4 のね、戦闘機はね、まだいろんな意味でまだ乗れないんだよね。得意だけど、あのラグでね、回線が安定してなくてね、運転席の照準がグラングランするんですよ。それってあれか、もともとのシステム的な、いや、システム的じゃないんですよ多分。あ、だからまだ乗る時間じゃない。なるほどね。いや、戦闘機も乗れたら楽しいんだろ。さあ、もう一回ビあれ、あ、これビーコンじゃなかった。うわ おい、いいね、当たってない。してた。チャーリーが待って。結構これ先に減ったのか。あっ、そうだね。これの場合はそうだね。あっ、おお、調子がいいぞ。新しいスナイパーワンロック。敵が入ってったから追いかけてみよう。あ、 SV はね、あのボルトアクションだけどスピード速いからね。対人戦闘近接に戦う。敵が、あ、はしごで詰まった。グレネードくれ。あ、敵もグレネード。あ、痛い。あ、グレネードくれ。くらえ。うわぁ。あ、ゆち。何をしてんだ、この二人は。飛び方。お、蘇生してくれた。ありがとう。こんなとこに来て。ありがとう、押しすぎじゃないか。ラグラグ。ポン、ポン。ポン、ポン。絶対言いたくなる、これやるたびに。だってあのこれね、あのリメイクされたマップね、あとこれの他に3つあるんですよ、 BF3。 あ、まだある。ゴルフ・オブ・ウォーマンっていうところと、あとオペレーション・メトと出たー出たー
結構好きだけどね、コンクエだったら地獄を見る。地獄を見るっすって。あとね、あとなんだっけな、一つ。なんだっけな、あとあれだ、なんだっけ、あ、なんかでっかい山があってね、なんだっけな、なんて名前だっけ、あ、そうだ、ファイアーストームだ。聞いたことない。ファイアーストーム、まあ、この4つが、こちらのセカンドアサルトでは収録されております。おー、あ、セカンドアサルトってパックが、なるほどね、そう。で、これ、倒れた筒の中を取って敵がいた。うん、うわよいしょ、はい。あ、負け、そっちで負けたんだよ。こっちで負けたね。そうか。常にマップが変わっているっていう状況。さあ、もうヘリが、今、お、敵がめっちゃいる。四方に持ち帰って、この辺に、ほい。あらの、あんまり C4 をね、投げまくるプレイヤーは好まれないよ。まあ、だけど敵がいるからこうするっきゃない。あれの考えやすい、だいたいここも死んじゃう。モダン3とかでね、ドミネーションをよくやってたけどね、味方でみんな伏せて確保してるときに C4 が、ほーん、ドーン、トリプルキルって言われね。この時の絶望感だよね。だからもう トロフィーシステムをたくさん置くことになるんだよね。プレデターミサイルのトロフィーで塞がれた時もね、はぁーってなる。ポンッ。でも自分ではやろうと思わない。意外と。さあ、まだチケット差が結構あるんだけど。さあ、ここでまあ、明細された戦車がまた行ったんだけど、どこに行こうか迷ってんな、この人は。さあ、ブラボーに多分行くんじゃないかな。ブラボー攻撃命令。壁をね、挟んでね、向かい側に敵が結構いるっぽい。ベロリンの壁、剥がしていく。ベロリンの壁。試しにね、ここにの登ってみようじゃないかと。よいしょ。おー、いいね。さあ、どう考えても絶好のスナイパーポイントだと思うんだけど、何を思ったかね。なぜか間違って押してしまった。意味わかんない。開けない。開きたい。開くぜ。わけわかんない。おお、敵がいっぱいだ。敵がいっぱいなんだけどね。さあ、俺のスナイパーの下手くそさを全面的に見るがいい。おーおーおお。おっ。いいね。ぬーっと。うわ、ダメだぜ。帰るぜ。失礼しました。やっぱりスナイパーの練習があれだよ。あれがいいよ。あの、遠くからゆっくり。ゆっくりしちゃいました。まあね。それはあの3とかでは可能なのかもしれないけど、こちら、あ、これね、バイトとかが通ったらね、ガコン、ういういガコンってなるんだよ。できればね、いもったりして練習するのもいいかもしれないけど、後ろからナイフで来るわけで、うん、64人だよ。なんとも言ってるように。さあ、分隊分けして、時代の選択肢。いいね、いいね。敵がたくさんいる。おっ、危ない。じゃあ、おっ。残ない。何か言ったか分かんないけど。下手だろ、どう見ても下手だろ。ないところ見ると、なかも。現在、チケット。ロシア側は70、アメリカ側は33。だから、これはもうつまりどうなるか分かりますね。そういうことですね。え、俺ら、ロシアだ。ロシアだよ。うわ、はい、ヌーブ、イエーイ、なんていうヌーブだ、こいつは。ヌーブ。どい、うわぁ、めっちゃ来たい。 AK 懐かしいな。 AK まだあるんだ。 AK あるよ。武器は本当にね、もうたくさんあるから、いろんなものが。だけどね、逆にね、たくさんありすぎてもね、どれにしようかって迷って結局一つの武器をずっと使ってるだけなんだよ。遠い、そうい、いいね。AK もさ、しみしみね。痛い、どこじゃん、痛い。あう、もうね、どこにいるのか分かんないんだな。突然いいじゃん。チーム、あ、まあチーム内ではね、まああくまで、まあ、なんだって C4 でダッシュしてるヌーブですか。はっ、当たんない。うーん、当たりますね。
狙えばいいってだけじゃないっていうのが難しいところ。 LAV そんなとこから打ってくる。LAV 怖いな。 LAV が本当に上手い人は一瞬で戦闘機落としてくるからね。戦闘機落とす機銃で。はぁ、あ、あ、やばい、負けてしまう。UV って選手より上手いの。よし。使い方。さて、はい。はい、はい。つうわけで、はい。世界一下手くそなスナイパーの練習でございますよ。多分ね、スナイパーの練習とサブ隊がつくね、動画はね、基本負けてるんだと思う。まあ練習だから、練習だから。もうちょっと腕を上げていきたいな、つうことで、はい。ビッグボーイと、えなりでした。はい、ご視聴ありがとうございました。